どうも、お疲れ様です。本日は11月5日土曜日になりましたけども、一応ですね、えー、材料のことについてお話していこうかと思います。昨日は米国の雇用調整がありました。まあ、その前なんですけども、昨日11月4日1日を追っていてね、レンジオプション取りました。で、その中で、半、えー、反尿決済って書いてましたけども、これどういうことかっていうとね、えー、と、こういうことなんですよ。レンジオプション取った時に、この黄色いラインの中で、えー、動い目いているわけなんですけども、 ここでね、セルを取った時に、半分ぐらい行ったら一旦決済して、そしてここまでのロットの半分で追撃をするわけですよね。追撃したその半値もここで決済しましたよっていうのが昨日の17時半です。で、私は気持ちよくここでね、店じまいをして、まあ、あとはね、えー、あとおまけなんですよね。おまけっていうのは、ちょっとリスクの高いことをちょこちょこやりますんで、えー、ちょっと皆さんにはね、お知らせできないところだというところでございます。 はいえー、それで昨日はここで店じまいになったんですけども昨日夜はねさらに材料がありました米国雇用調整そのことについて今、えー、現在11月5日の朝4時半なんですけども解説していこうと思います、えー、それがこの図になるんですがご覧いただけますか11月5日の朝4時30分まさに今なんですよで私がここで半年決済をしたしそれからですね数時間後に 米国雇用調整の発表があると材料相場でグワッと動きましたねそれがこれですでその後大きくええー、円高の方に触れていきましたねうんでこれはもうね材料なんでテクニカル的にどうしようってもんではないんですよただしただしですよまあこのレンジオプションっていうものを取るとブレイクアウトを仕掛けれるってことはあるんですよねここでセルを入れればこのレンジオプションから抜けるわけですからブレイクアウトを仕掛けれるでしょ ただし、この、米国雇用調整の発表があった瞬間っていうのは、上下にいかにも触れるんで、結局ブレイクアウト狙っても、ロスカットを食らった上に、大きく下に伸びるってこともあるんで、結局ね、利益を取るのはね、そんな簡単じゃないんですよ。ですんで、もし利益を取るとしたらね、トリガーっていう話を、この前もね、 日銀の為替会議の時に言いましたけども、例えばこの辺でセルを取っといて、で、この辺で利確ラインをあらかじめ作っておく、タイマーを仕掛けておく、トリガーを仕掛けておくと、単純にズバッとここが自然に取れているってことなんですよ。ただギャンブルに近いんで私はお勧めしません。テクニカルできちんと利益を積み上げることができた人が、その利益のね、1割ぐらいをここで使ってトリガーをやるのはいいと思いますよ。でも、テクニカルが全然できてないのに、 トリガーを優先して使おうなんていうのはねもうなんか完全に FX の脱落者の道ですよまあですんで私はあんまり自分がねトリガーを使って儲けてることをお話ししないんですよただしこういう方法があるよねってことで FX オリガルヒの中ではちょっとだけ紹介することがありますですんでこれについてねどうやったらトリガーがうまくいくんですかっていうふうにちょっとね解説をね頼まれたくないんですよね <laughs> それよりも前にテクニカルで トリガーに向かう、ギャンブルみたいなトリガーに向かう多年戦を貯め,めておいてほしいんですよ。ですんで、テクニカルで、まあまあ勝てるようになった人には、このトリガーっていうのをね、お話ししないでもないんですけども、まだその時期ではありませんので、このトリガーに関しましてはね、来年やりましょう。もう2ヶ月ほど待ってください。FX 折り合い費の皆様。そうすると、講義の中にトリガーもちゃんと入れていきますので、ただしそっちを優先しないでくださいよ。それはもう私信用してますからね。 信頼して、トリガーばっかりを狙うんじゃなくて、材料ばっかりを狙うんじゃなくって、きちんとテクニカルを身につけていただくっていう、まあ、そのね、信頼があるから、来年から、ああ、お話ししますってことなんで、来年の FX ェクトオリガルフェはね、こういうふうなね、裏技的なやつも紹介して、とりあえず、ね、ギャンブル、チック、儲けやすいけども、テクニカルじゃありませんよっていうのも、織り込んでいこうかと思います。はい、それでは今回の解説は以上です。で、今後なんですけども、今後はね、やっぱり、 他の条件がなければ、結局は円安に向かうと思いますので、結構146円の711に来たっていうのはチャンスだと思ってますね。来週は1週間かけて、結局148円の方向に戻るというふうに私は思いますので、基本的には倍戦略で攻めていこうかと思います。はい、えー。それではね、また改めて1週間のことにつきましては放送しますので、えー、またね、日曜日なり月曜日の朝の、これからの1週間、46週目に向かってっていうのをね、 ご期待ください。ということでございました。じゃあ以上です。お疲れ様です。